どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、 iPhone 14 Pro おすすめケース、アクセサリー、マグセーフアクセサリーですね、2段、第3弾ということでですね、一気にねご紹介ねしたいかと思います。 iPhone の値段ということでですね、しっかりねやっぱね守りたい、しかもなんか便利でおしゃれにね、できたらいいなっていうところ、本当今日から使えるそのマグセーフアクセサリーとかですね、大体10個ぐらいね紹介したいと思います。割と絞りました、これでも。なんでちょっと自分に合ったものをね選んでもらえればと思いますので、前回のね動画とか伸びたりしてるんで、iPhone 14 Pro のね動画とかもあるんで、ぜひねご覧にねいただければなと思います。レビュー動画もね、チャンネル登録と横の通知ベルもね一緒にお願いします。ということで早速いきたいと思うんですけども、こちら一応前回と同じなんですけど、まずは保護フィルム、2マスになるんですけど、これはもう正直ね安定って感じなんですけども、13 Pro のね時から、去年ぐらいからですね、使ってるんですけど、正直何でもいいと思いますけど、一応ね結構やっぱ選ばれる理由としては、そのやっぱりコストパフォーマンス高さとか、品質の高さなんじゃないかなと思いますね。1000円前後なんですけど、保護フィルム2枚入ってたりとか、最近増えてきましたけどね、その中にウェットシートとか、画面拭きとか、結構その付属品がねかなり豊富に入ってるっていうところで、ガイド枠とかもねついてるので、非常にこう簡単に貼れるんですよね。特にねガラスフィルム、いやーもう絶対失敗するよみたいな方でも、多分大丈夫なんじゃないかなと。はい、僕もあんま得意な方でないんで、一応13 Pro の時とかもね貼ってたんですけども、結構落として何回か落としたりとか、結構その画面見た目はねバリバリになってたんですけども、本体自体の画面はですね、非常にこう綺麗にね維持されてました。1年ねある意味検証したみたいなね感じにはなったので、普通にそんな落とす分にはね大丈夫なんじゃないかなと思います。上のカメラ部分まで覆われてるねタイプとかがいいんじゃないかなと思う。切り抜かれてるタイプじゃなくて、今回で1ヶ月で前の動画が経ったんですけども、非常にねやっぱね綺麗ですね。画面全然その落とした時のね保険とかとしても全然いいんじゃないかな。全然やっぱね綺麗ですね。なんか貼ってる感じがしないというか、使っててもなんか引っかかりとかもないし、これでね貼っておくのが僕はいいんじゃないかなっていうところで、例えばじゃあ画面落として iPhone 14 Pro の修理ってどれぐらいかかると思います、お値段。一応アップル公式だと、今なんかね5万円かかるんですよ修理だとね。はい、安いところもあるとは思うんですけど、やばくないですか。これが1000円とかで防げるって考えたら、僕は全然保険として全然いいんじゃないかなと思いますね。カメラフィルムの方も、前回紹介した通り2マスねあるんですけど、2つ目として結構14 Pro は特にこのカメラの出っ張りっていうのがねすごいんで、傷が気になるんであればカメラ保護フィルム貼ってもいいんじゃないかなと思います。こっちもねさっきの保護フィルム同様に2つ入ってるんで、失敗したりねなんかね取れちゃったりしても、なんか保証を、電話したりすると2マスさんになんか送ってくれるみたいですよっていうコメントがなんかいくつかあったりしたんで、付属品とかもね充実はしていると思うんで、で今回あとなんかこのサプマックスみたいなアルミ合金のなんか QH 強化ガラスもちょっと貼ってみたんですけど、今ちょっと取れちゃってるんですけど、アルミのタイプとかもなんかその面白いかなと思いました。今回買ったやつは、保護フィルムとかもちゃんと付属品、同じようにウェットシートとかね画面拭きとかも2マスと同じように付いてたので、ちょっと目立つ感じとかあるんですけども、カメラ保護に関してはどうだろうな、フィルム自体はでもなくてもいいかなっていう感じ、なくてもいいかなっていう感じはするんですけど、一応13 Pro ね1年使ってみて、カメラのなんか縁の間とかにね結構ゴミとか溜まってたので、ここら辺のリセールバリューというかね、売ること前提に使ってる、もしそういう方とかだったら貼ってもいいかなみたいな、気になる方はいいのかなと思いますけど、続いて、iPhone ケースですね。今回もいくつか提供してもらったのも含めてね紹介したいと思います。ちょっと比較しながら見たいと思うんですけども、まずは ESR のクリアケースですね。結構この ESR というメーカーさんもコストパフォーマンスが高くて、品質もいいというところで、いくつかね ESR 製品買ったりしてるんですけど、今回は、クリアケースシリコンなのかな、ちょっと柔らかい素材でですねクリアなので、 iPhone のこのディープパープルとか、新しいね色しっかり見えるんでいいかなっていうところ、ちゃんとやっぱりそのマグセーフ対応してるので、ちゃんとカチッてこう磁石でね充電できるとかいうのはもちろんですね、ここからちょっといくつか出していくアクセサリー類っていうのもカチッとね強力に、くっついてくれたりはするので、非常におすすめかなというところで、隅にこうエアガードあったりとか、ストラップホールとかね、ストラップつけるとこう穴があったりとかあるんで、耐久性も結構ね、しっかりしてるかなと思いますね。ここら辺は結構クリアケースの安定かなっていう感じは正直してますね。続いて今回ね新しく紹介するのはこのモフトの、クリアケースですね。今ね一応僕はこれを一応メインとして今使ってます。提供でいただいたものではあるんですけども、やっぱこの14 Pro の、デザインが生きるっていうところで非常にいいかなって思っておりますと。ケースなのでカメラ部分よりもじゃあね周りがちょっとね高くなってたりとか、画面よりももちろん高くなってるんで、ちょっと雑に置いてもこう画面が
がガンって当たらなかったりとか、もちろん、まあ、側面とかもボタン類とかも結構まあ非常に、ね、押しやすいなと思いました。まあ、非常に使いやすいかなと思います。でちょっとさっきの、まあ、例えば ESR のやつとかに比べるとケース自体はちょっとやっぱ薄めになってるんで持ちやすいっていうか、まあ、使いやすいかなと思います。側面がまあ柔らかい素材でできてまして、はい、さっきの ESR は全部あの柔らかい素材だったんですけど、まあ、結構取り外しやすいかなっていうところで、で背面は硬いね素材になってるんで質感がまあ結構しっかりしてるかなっていうところで、個人的にはで四隅がまあ結構綺麗にこうラウンドっていうか曲がってくれてるので、なんだろうな、手に持った時の感覚がなんかいいんですよね。で横がまあ多分側面が柔らかいっていうのもあって、まあ、デザイン的にもまあ僕は結構気に入ってるかなって思います。もちろんマグセーフ対応ケースでこう磁石がね内蔵されてますんで、さっきみたいにもちろんねそのまま充電できたりとか、まあ、磁石で強めに吸着できますと。で結構本体に直接つけるよりもなんか磁石が確かアップルのなんか純正品の倍ぐらいの磁力ってことでめっちゃ強いです。磁石結構強いんで割と安心してつけれるかなっていうところはありますね。まあ、なんでこの後紹介するそのマグセーフのアクセサリーとの相性とかも結構いいですね。一応モフト製品について前回の動画で全部ねあの紹介してるんでまとめてあるので、まあぜひちょっとねご覧いただければなと思うんですけども、ここからちょっとケースと一緒に使うと便利なもの、まあ、いわゆるマグセーフアクセサリーというものなんですが、まずはちょっと安定なんですけども、マグセーフ充電器ですね。これ純正のやつなんですけど、これ1年以上使ったんですけど、まあ、なんだかんだやっぱ便利かなっていうところはあって、まあ、iPhone 12 からですねそのマグセーフ充電という対応して、まあ、それより新しいモデルだとあの充電できるんですけど、磁石でくっつけて純正なので 15W でワイヤレス充電というか、まあ、ちょっと早いんですよね充電速度が。で登場から一応2年経ったこともあって、その最初結構ね過充電というか割とこう iPhone が熱くなるみたいなことも結構あったんですけど、まあ、最近やっぱ iPhone とかの方でバッテリーにこう影響ないようにあの充電スピードを調整してくれたりとか、そういったことをまあ自動でやってくれたりしてるんで、そんな熱くなるみたいなことがねかなり減ったかなと思いますね。なので、まあ、ちょっと価格はまあそれなりはするんですけど、値上がりとかもあってやっぱり円安もあってね、まあ、でもなんだかんだおすすめかなと思いますね。もちろんあの充電しながら使ったりとかもできるんで、まだちょっとねあの有線でやってるよとかまだこう使ったことないみたいな方はねぜひちょっと体験してもらいたいというかね非常におすすめかなと思いますね。とはいえちょっとまあ高いかなみたいな他にはですね ESR なんですけど、エローロックのキックスタンドワイヤレス充電器、これもちょっと買ってみたんですけど、まあ、結構おすすめかなと思いました。マグセーフ充電ね先ほどできるのは同じなんですけど、こっちはあのケーブルがね本体というか充電ねする部分と取り外しができるんですよね。取り外しができるんですよ、はい、普通に USB-C ケーブルとガチャってくっつけて離したりできるんで、普通にあのケーブルとしても使える USB-C もつまり持ち物がね減らせるんですよね。でしかも本体をこう立てられるスタンドっていうのもついてまして、キックスタンド充電しながら結構まあ使いやすいとかスタンドとしても普通に使えたりもしますね。結構で質感もなんか良くて下の割りは全然いいかなっていうところで、あとなんかカラーとか、まあね、さっき純正品はなんかシルバーみたいなしかないんですけど、この ESR のやつは結構ブラックとかホワイトとか、あとブルーとかピンクとかもあるんですよね。結構普通におしゃれで、まあ、デザイン大賞みたいなの受賞してたと思うんで普通になんかかっこいいなと思います。速充電もまあ一応対応してるので、まあ、純正品どうですかね、まあ、同じぐらいな感じはしますけど、まあ、普通に使えるなって感じです。ただまあちょっと充電しながら使うと発熱はねやっぱなんか多少あるかなっていう感じがするんで、そこら辺ちょっと気になるんであればマグセーフ充電器やっぱ純正の方がね、まあ一応安心だとは思うんですけど、まあどうだろうね、手軽に試したいんだったら別にこの ESR でもいいかなっていうね、感じは僕はしてますね。まあ、最初まずちょっと安い値段で試せるんで、うん、まあ持ち運びとかも考えるとやっぱ USB-C と一緒にこう使えるんで、まあ、純正よりはなんか使いやすいかなと思いますね。で続きましてはラミカルさんのマグセーフ360回転式のスマホリンク、こちらの製品もねちょっと提供していただいたものなんですけど今使ってますね、つけてるんですけど、これすごいもう本当良くて普通にあのメインで使ってますはい、毎日のように使ってます。はい、でリングも結局いろんなね製品割と試してきたんですけど、まあ、今のところこのラミカルに落ち着いてます。そこら辺の理由としてはまずこのリングがなんか360度回転するんですよ。これがいいんですよ。まあ、他にもそのマグセーフのね対応のリングっていうのはまあたくさんあるんですけども、リングがこう回るタイプ、まあ、位置がいろんなところ調整できるんで、この回るタイプっていうのはあんまりなくて基本的にやっぱ固定されてるんですよね。例えばあの前回紹介したまあ例えばアンカーのスマホリングとか、まあこれもまあ全然いいんですけど、めっちゃ、まあ、僕は個人的にはちょっと回る方が便利かなと思いました。これがまあ固定されてる方が使いやすいっていうね方もまあいらっしゃると思うんですけど、割と僕の場合だと右
右手に持ったり、まあ、結構スマホだと左でね操作するってことが割と結構持ち替えたりねするタイプなんで、こうリングの位置をね変えたいんですよね。やっぱり持ってる時の気持ちいい位置にねこうしたりとか、こっちで右と左でなんか微妙に感覚違うんで、これがやっぱ固定の場合だと一回こうやっぱ取り外して付け直すっていうね作業が、まあ、これがちょっとめんどくさいんですよ、やっぱ毎回、まあ、これがやっぱなくなるっていうのが、まあ、非常にこういいなっていうポイント、僕が気に入ったポイントですね。でデザインもなんか普通にちょっとねかっこいいんですよね。今回のブラックはかなり、まあ、ちょっと黒めなブラック、本当に黒いブラックって感じで、アンカーとかはちょっとねなんかマットっぽいちょっと白っぽいねブラックなので、これはもう好みだと思うんですけども、でリング自体もちょっとまあ少し黒っぽくなってて、さりげなくて非常にいいかなと思って、まあロゴとかもねこうさりげなくついてる感じで、まあ見た目的にもなんか個人的にあれですけどね好みかなっていうところで、リングの大きさ的にはちょっとアンカーのものよりちょっと大きいのかな、気持ちいい。まあでもこれはなんか慣れますね。でも正直最初ちょっとね隙間広くてねなんか落ち着きないかなって思ったんですけど、まあなんか慣れるっていうのとなんか圧迫感がないので、なんかその指がね痛くなるみたいなことが、なんかなくなりましたね。まあ普通になんかいいかなっていう。これ回転式だとまたなんか横向きで例えばじゃあ使うとか角度調節、まあもちろんスタンドとしてもね使えるんですけど、これ角度調節結構簡単なので、ここら辺もねなんかいいかなっていうところで、でまたやっぱ14 Pro ね、新しい新機能としてこの常時表示っていうのがあるんですけど、まあ画面ねずっとこう映してくれるっていう、まあ、斜めのちょっと縦置きみたいなのもまあできるんで、ここら辺もねなんか結構相性いいかなっていうね。リングをちょっと回すだけですぐに調節できるんで、これもまあ非常に14 Pro とかと相性いいかなと思います。リングとしても使いやすいし、そのスタンドとしての機能もね横向き角度調節をまあできたりするんで、まあこれねちょっとぜひ購入して体験してほしいかなっていう感じですね。はい、もうこれを紹介するためにこの動画を作ったみたいなところは正直あります。でもちろん使わないときはまあこう外して充電時、マグセフ充電ね、さっきのでワイヤレス充電してもらうっていうことももちろんできますので、他のカラーとかもねちょっと在庫がなんかねやっぱり人気であったりなかったりするんで、まあもうちょっと気になる方は早めにね見てほしいんですけど、まあ概要欄にね載せておきますので、もちろんこれ早めに、まあ以前とかアマゾンのセールとかあったんで、コミュニティ欄でねちょっと早めにねやっぱチャンネル登録している方には出したいかなっていうところで、一応登録してもらうとねセール情報届きますんで、はい、ぜひお願いいたします。はい、概要欄から覗いてみてください。続きまして、モフトのウォレットスタンドですね。今回、以前紹介したようにハローイエローっていうね、ウォレットスタンドカラーになるんですけど、ほんと最初見た時はこれアップルのなんか純正品なんじゃないかってぐらいねめちゃめちゃ品質が高いというかちょっとびっくりしたんですけど、普通のねこのモフトっていうやつのスタンドもあるんですけども、ここら辺との違いはね開くタイプなんですよね、まあ、なのでより財布にこう近いスタンドとして使えるのかなと思います。一応中にこの無段階の角度調節できる、まあ、ヒンジっていうのが入ってまして、こういろんな角度でねこう使えるんですよね。横向きでまあ使いたい場合は、まあ、iPhone を例えば外してねこう横向きにしたりとかできますし、まあ簡単にこう動画見れたりもするという、もちろんカードも収納できまして、まあ、3枚までねできるかなっていうところで、後ろがこれ開いてるので、まあ、IC カードとかこう開けて、まあ、ビザタッチみたいなことも決済とかもできますね。ここら辺が非常にねいいかなって、こう入れたままで使えるんで、やっぱ使ってる時はこのカード情報がやっぱ周りから見えないんで、まあ、ここら辺もなんかいいかなっていう、ね、使う時でこう出してね、開くんで、結構なんかスマートな感じがするかなと思いますね。で持った時にもなんか収まりがいいっていうね、まあ、ちょっと重たくなるっていうのはあるかもしれないですけど、以前動画で紹介してるんでちょっと見てもらいたいんですけど、で今回最後ですね、これモフトの新しい製品としてバッテリーパックですね。これも結構ねいいなと思いました。こちらの製品もね一応提供していただいたものではあるんですけども、これもなんかねいいですわ一応モフトのスナップバッテリーパックっていうね製品になりまして、セットモフトと一応まあセットで使えるタイプですね。ひっつけて使えるんですけども、こんな感じですかね、質感的には、うん、なかなかいいんですけど、分かりやすく言うとまあモバイルバッテリーになるんですけど、まあ、なんでこのモフトのスタンドとまあ一体化して使えるもの でこのバッテリーパック自体はプレミアムビーガンレザーっていうのが、ね、使われてまして、まあ、革のようななんか質感ですね。触った感じも純正品のような本当こうなんか高級感があるというか、まあ、質感はなんか本当にアップルの純正のあのバッテリーパックより、まあ、正直こっちの方がいいんじゃないかって思うぐらい、まあ、マジでいいですね。はい、で持った時も、まあ、結構この、まあ、手にフィットして持ち
ちやすいっていうのと、やっぱ薄いので非常にいいかね。でコンパクトで結構薄いんですよね。厚さ的にはまあ本当 iPhone、まあ、この14 Pro の本体と、まあ、ほぼ同じぐらいっていうか同じぐらいかなっていう感じで、で重さがだいたい 120g、 もう持ち運びとかはね非常にこう普通にポケットとか入れとけるかなっていうレベルですね。で一応側面に電源ボタンと、USB-C 端子っていうのがまああるぐらいで、まあ、非常にこうシンプルなね、ものになってるかなと思いますね。付属で一応マグネットチップっていうのが付いてまして、こう磁石でなんかくっつけてカチッて、ね、充電できるんですよ、まあ、USB-C のとこにこう入れてチップみたいなのがこれも付属で付いてきます、まあ、なんでその MacBook のなんかそのマグセーフ充電みたいな、ね、カチッて、ね、磁石でくっつけるみたいな、まあ、イメージですかね。で容量はまあ3400mAh だったっけね、はい、読み方ちょっと合ってるか分かるんですけど、まあ、大体14 Pro ね、まあ、1回分まではいかないけど、まあ、バッテリーパックなんで、ただちょっと軽さとか考えるとまあちょうどいいかなっていう感じですかね、まあ、大体 60% ぐらい回復するかなみたいな、なんか使ってみた感覚で言うと、まあ、でモバイルバッテリーというよりはまあバッテリーパックっていう感じですかね。最大の特徴としてはこのバッテリーパック自体にも磁石っていうのが内蔵されてまして、あの毛布と一緒につけてこうスタンドで使いながらあの充電っていうのもできるっていうのがあって、バッテリーパックの上からあの、ね、くっつくんですよ。ここに磁石がついてるんでカチッてね、なんかほんとくっつくんだよね。くっつくんで、まあ、このタイプの、まあ、もちろん取り外しできるんですけど、このタイプはね僕初めて見ました。正直さっきのね、まあ、例えばじゃあこのラミカのリングとかもつくんですよね、はい。まあ、ただちょっと磁力は、まあ、普通のマグセーフよりは若干弱めにはなるんですけど、まあ、でも使えるレベルではあるかなっていう感じ。リングつけながら充電しながらリングもつけれるっていうね、なんかすごいんですけどこれ。でもちろんその据え置きのねスタンドみたいな感じで、まあ、パススルー充電っていうね、なんでこれバッテリー充電しながら iPhone も、まあ、あの充電できるスタンド的な感じでも使えますし、まあ、充電しながら iPhone も充電できると。で普段はなんで結構もう机に置いて使ったりとかもできますし、でモフトで立てて、まあ、もちろんスタンドみたいにして、まあ、充電しながら使うこともできるんですよね。やっぱこれ側面に USB-C がついてるんで、下にねあるとあの端子ねさせなかったりするんですけど、横にやっぱついてるんでちゃんと立ててね充電しながら使えたりとかもできますね。まあね結構よく考えられてるなと思いました。でもちろんバッテリーとかだけで、まあ、AirPods とかね、まあ、マグセーフ対応してれば充電できますし、カチッとねくっついたりするし、はい、あと Qi 充電ね対応してるので、もちろんその Android とか、まあ、他のワイヤレス充電対応してる機器であれば何でも充電できますこれで、まあ、なのでね、まあ、かなりその充電がねなくなりそうな時はもちろんなんですけども、まあ普通にそのなんだろうね、それ以外のシーンでもあの使えるので非常にいいかなと思いますね。まあそこに結構気に入ってるポイントではあります。まあ特にやっぱモフトのねケースとかと合わせると、まあ磁力もね結構やっぱ強いんですよ。割とカチッとね結構くっつくんで、普通にこれ持っててもなんかこうバッテリーパックこうずれて持ちにくいみたいなこともないので、まあ非常にこの安定感がいいかなと思います。この充電しながら使えるっていうのが結構ずれたりするんですよね、やっぱ安いやつとかだと。で今回はブラックなんですけど、モフトと結構まあ色をこう合わせたねセットっていうのがあるんで、まあ、これ普通にねマジでおしゃれだなと思いました。質感がマジでいいです、はい。で特になんかブラウンとかね、なんかおしゃれなバッテリーってねあんまりやっぱないんですよね。結構いいかなと思いました。このバッテリーパック、まあ、単体とかでも買えるので、まあ、質感とかまあ機能面考えると、例えばアップルのその純正品ってまあ1万あれね今5000円とかするんだよね、まあ、容量もね全然やっぱりアップルには少なかったりするんで、まあ、全然僕はモフトの方がおすすめかなと思います。まあもちろん安価のやつとかはありますけどね。まあでも軽さとかなんか質感とかをね考えると、まあ結構モフトもありかなと、まあ僕はモフト選ぶかっていう感じはします。これね、はい、知らなかったんで全然。なのでちょっと気になった方はね、モフトさんちょっと公式サイトからですね、購入、公式サイトしか今多分売ってないんじゃないかなと思うんですよね。チェックちょっとねしてみてください。まあちょっと人気の商品ということで、結構まあちょっと納期がねもしかしたら伸びているとかねことあるみたいなんで、まあ早めにちょっと購入してもらうのがいいかなと思います。モフトさん公式サイトメルマガ登録してもらうとなんかね 10% オフクーポンみたいなねもらえるみたいなんで、こちらも気になる方は概要欄の方にまとめてありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでモフト製品もね、まとめてありますし、あと前回のその iPhone のアクセサリー動画がありますので、あと14 Pro のね、レビュー動画ありますんで、ぜひ、はい、MacBook Air とかねもういろいろあるんで、ぜひ参考にしてみてください。この動画がねなんで少しでも役に立ったなと思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。ちょっとめっちゃ喋ったわアクセサリーはちょっと本当にね買いすぎて、まあ、結構ボツにしたのも実際あるんですけど、はい、もうちょっと変態的に今あります変態的に今あって、はい、
ね、14 Pro のちょっとまた動画も出しますし、 MacBook Air のレビュー動画とかね。でまたやっぱ14 Pro 自体もね、やっぱ結構やっぱ納期がまだね、1ヶ月先とかになってたんで、今11月、ね、上旬なんですけど、まだ1ヶ月12月10日とかなんかそんなのとかな、見た今日見てみたらなんでね、うん、まあ、まだちょっと需要あるかなっていうところで、ここからさすがにまた別のねレビュー動画出していくんで、またちょっと Apple Watch 関連の動画とかもね、ちょっと最近また買っちゃったんですけど、シリーズ7、はい、ちょっと出していきたいかなと思ってます。寒い寒い、やっぱ部屋寒い